ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけども、はい、今回ご紹介させていただくお車はこちらになります。レクサスの LC500 ですね。はい、はい、めちゃくちゃこの特徴的な色が、はいはい、まあ、ご存知の方はもう一見これ見ただけでも来たなというのは分かると思いますけど、はい、今回はこちら、はい、ストラクチュラルブルー。そうです、言えないんですよ、はい、ストラクチュラルブルー、はい、まあ、そこから説明しちゃいますか。そうですね、はいはい、僕今回結構予習してきたんで。予習してきた、はい、じゃあ予習、結構頭に入ってます。予習をどうぞ。はい、でこちらの車がこの、まあ、この特徴的な色なんですけども、これもうどっからどう見ても青なんですけど、はい、実はこれ青じゃないっていう。そうです、ですよね、はいはい、なんかモルファチョウっていう蝶々のなんかその仕組みというか、羽をなんかその、うん、そのイメージして光の、はい、屈折をなんかこうヒントを得て編み出した、はいはい、トヨタが作り出した塗料なんですよね。そうそうです、はいはい、15年かけてね、はいはい、なんで、まあ、光の屈折でなんか青く見えてるだけなんで、はい、まあ、実際この塗料自体は色がないんですよね、確か。ないとは僕は分かんないですけど、はい、青は使ってない。青を使ってないっていう、はい、はい、だこれちょっと動画で伝えるかどうか分かんないですけど、はい、ものすごくこうなんかグラデーションというか、なんて言いますかね、紺色からこの明るいブルーにこう、うん、ちょっとこう光の加減でものすごくこう、だよく表現するのはこの、はい、これ自体が発色しているような感じ。あ、そうですね、このボディが発色しているような、はいはいはい、あの表現されますね。光ってるみたいな、はいはい、そんな、まあ、ちょっと、ね、なかなか伝わりづらいんですけど、もう現車見ていただくとすごい分かりますね、はいはい、でちょっとこれ今建物屋内なんで、またちょっとこれ屋外だとイメージが違う、はい、もう全然違いますね、はいはい、そしてそんなスペシャルなカラーなんで、なんか1日に2台しか作れないですね、はい、作れないです、車が、はい、でこれも2018年の500万台ですか。50万台、はい、レクサス50万台生産を記念して限定の特別使用車、はい、特別使用車っていう形になりますね、はい、ものすごい外装のお車でございます、はい、ちょっとそうしたら、はい、もう一点付け加えると塗装がすごい高いと、はい、ああ、そうなんですよね。そうです、そうです。500ミリリッターぐらいで、はい、一缶で約55万60万ぐらい50倍ぐらいでしたっけ、普通の。そうそうそう、そうですよね。でも一缶でじゃあどれぐらい塗れるかって言ったら、はい、だボンネット1枚ですよ。あ、だボンネット1枚だから、これ、はい、例えば傷が入っちゃってボンネット1枚塗りますってなった時に、ね、塗装だけで50万ですからねこれじゃ60万か、はい、とてつもない、はい、それだけでもダメなんだから、その配合してやんないとダメなんで、やっぱりね、1枚塗るのに、はい、そもそもこの新車でこれを選ぶ時にものすごく高いんですよね。なんかパッケージじゃなくて選ばなくて、175万円ぐらいのパッケージを選ばないとこれにならないんですよね。で、その内訳としてオプションは正味80万円ぐらいなんで、そうです、だいたい95万円ぐらいがこの塗装に、はい、はい、費やされてるっていう、はいはい、95万円で安いですよ、まあ、そのボンネット1枚で60万ですか、それを考えちゃうと安いですけど、安いです、安いです、はい、普通の感覚で言うと、はい、もうどんだけこうボディカラーに全力を注いだんだっていう、はい、とてつもない車、とてつもない車です、はい、だからまあやっぱりこう普通の車、まあ、LC 普通じゃないですけど、まあ、一般的にね、普通の LC とも全く違う、はいはい、そうですね、車なので、はい、さらに上を行く感じですね。そうですね、はい、まあ、ぜひこうやっぱり現車を見ていただく車なんですけどね、はい、そしたらじゃあ外観、まあ、ね、前回りからちょっと、はい、前回りご紹介していただいてもよろしいでしょうか。基本はだから、はい、まあ今回のはこれはハイブリッドとガソリン車ありますけど、ガソリン車の方ありますね、はいはい、で S パッケージと L パッケージってあるんですけど、はい、これはベースは L パッケージをベースに、はいはい、作られた限定車になります、はい、まあ、外観は別に特に、まあ、レクサスのこう、うん、フラッグシップクーペらしいちょっとこの押し出しの強い、ね、はい、強い、はい、フロントマスクとフロントマスクとになりますね、はい、あとはそのこの限定車のしては、はい、ホイールですかね、はい、こちらのホイールが一応オプションの設定のホイールになっています。これはサイズは21インチですね、はい、結構レクサス最初に聞かれる方いるんですけど、はい、今回ご紹介させていただくのはフルノーマルです、はい、あで分かってきて、はいはい、ノーマルですかノーマルじゃないですかって結構聞かれることがあるんで、そうなんですか、はい、レクサス多いんですよ、なんででしょうね、まあ、ディーラーさんの兼ね合いもあるかもしれないですけどね、あ、まあ、フルノーマルの限定車になります、はい、で横になっていって、はい、まあでもここら辺はなんかもうメッキの使い方とかうまいっすよね、そうね、なんか、はい、さすがだなっていう、このミラーのところに
アクセント入ってたりとか、このルーフのこのラインのトリムがメッキになってたりだとか、うん、はい、なんかバランスがすごくいいですよね。ですね、はい、まあ、この辺もよく外装はそんなにオプションはついてないですね、はい、で、リアの L パッケージなんで、はい、スポイラーがつかない、つかないです、はい、だから逆にやっぱこのラインでこの色を出すと、はい、多分アクティブスポイラーっていうか羽根ついちゃうと多分光のこのラインがやっぱ綺麗に見えないんで、多分僕あえて多分つけてないこの L で、まあ、あと多分車の方向性的にちょっとこうエレガントだったりこうラグジュアリーな方向にまとめた車なんで、多分そういうのは使わないんじゃないかな。こう、ここでエアロがこうくぐっちゃったらこのラインが綺麗に出ないじゃないですか。確かに、そうですね、あえてつけないと僕は思います。テールランプもすごいですねこれね、クサス改めて、まあ、でもこれね、もう結構巷で LC よく走ってるんで、はい、まあ見たら分かりますけど、ね、結構かっこいいですよね、はい、かっこいいですね、うん、もうどうなってるんですかこれちょっと後でちょっと店頭周りも確認させてください、うん、なんかすごいこうミラーみたいになってる、はい、こう液晶ですかっていうぐらいの、そうそうそう、まあ見たらねすぐ分かる、はい、ね、こう流れをね、こう光の車線からこうラインでこう見ていってもらうと、多分カメラさんこうやってもらうと、うん、流れはもうこれは本当にあのね、フェラーリとかをガレージに置いて楽しむのとこのボディの感覚多分同じだと思います。通じるものが多分こうガレージに置いてこの光のこう流れとこうボディラインを楽しむ、本当見ていただける車だと思います。 LC またこのボディラインがすごいです、うん、すごいいいね、フェンダーの膨らみ具合、うん、で意外にフロントフェンダーは、ね、そう膨らんではないですよ、ね、うん、まあ、実際は1900いくつだか、うん、それぐらいものすごく幅はあるんですけど、うん、膨らんではない、ボンネットがこうつなげてるんで、もサイズ的にはでもそんなに大きいサイズじゃないですよね。そうですね、うん、全長は確かもうすぐそこに止まってる RS5 とそうそう、そんな感じ、はい、いいセグメントぐらいの、そうですね、幅がちょっと、はい、じゃあ内装行きましょうか。もう早速内装いっちゃいますか。いやもう外観はもう差し込みでこうバーッともうね光の屈折だけもこれしかないっていう感じなんで、はい、そしたらちょっと内装次見たいんですけど、ちょっと待ってください、僕話脱線していいですか。どうぞどうぞ、はい、ちょっと勉強してきたのと、うん、ちょっとレクサスは昔ちょっとあの、うん、某店舗オープンの時に呼んでもらって、うん、ちょっと話を聞いたことがあるんで、うん、ちょっとだけだったらどうぞどうぞ、はい、ぜひ。でレクサスってなんかすごくおもてなしを考えてる車なんですね、うんうん、まあ、おもてなしね、はい、でまあ、この車はちょっと当てはまらないかもしれないですけど、うん、その僕呼ばれた時に、うん、まあ、レクサスその日本導入一番最初の時だったんで、うん、GS と IS、うん、はい、結構前だね、前結構前だね、はい、もうレクサスだからスタートの時です、うん、はい、にそういう話を聞いたんですけど、うん、もうとにかく例えばその車乗り込む時も例えばキーレスで解除します、はい、で足元をこうミラーの下からまず照らしますと、はい、でその時に大丈夫ですか大丈夫ですその時確か GS なんで確かここも光った気がするんですよね、うん、はい、でドア開けると、うん、今度運転席の足元が光って、で運転席座ると今度スタートボタンが光って、うん、でスタートボタンを押すと今度シフトがパーッと照らされるって、まあ、要はこの一連の流れを全部こうイルミネーションでこうもてなしです、うん、でそういうのもあるし、うん、あとはそのレクサスをその日本で始めるときに、うん、なんかそのやっぱり一流のおもてなしをするには、うんうん、一流のおもてなしを受けたことがないとできないっていうので、うんうんうん、そうね、実際そのレクサスのレクサス店の どっから上の人かはちょっと分からないんですけど、うんうん、まあ、上の方の人はファーストクラスに乗って、うん、5つ星だか3つ星だか分からないですけど、うんうん、ホテルに泊まって、うん、超一流の体験をしてきたっていう、うん、らしいですよ。はい、だものすごくこうおもてなしについて考えられているところからスタートしてるんですよ、はい、で多分この車もそれにずっとまあ年数経過してますけど、うんうん、多分つながってると思うんですよ。いやいや、繋がってるんですよ、それがあっての、ね、ですよね、LC だもんね、はい、だから例えばその G リンクとか、うん、はい、知ってますよね、知ってる、知ってる、要は例えば明日どっか出かけるときにサポートデスクに電話してどこどこ行くって言えばもうナビがセットされてる。あとは万が一事故しちゃった時も車の中に呼びかけてくれるんですよね、うんうん、はい、で1分だか3分だか応答がないと救急車呼んでくれるっていう。あ、そこまでやってくれるんだ。そうなんですよ、だそれをレクサススタート時からやってるんですよ。あ、はい、で今でこ そ, なんかその iPhone のなんか機能でなんか命が助かったとかって言われてるんですけど、レクサスはもうその10年ぐらい前、うん、もっと前ですよ、うん、12、3年ぐらい前ですよ、うん、確かレクサススタート、はい、その頃からやってるっていう、うん、でものすごくこうおもてなしを考えて、乗る人のことを考えた車、うん、はい、
でそれ外観にも結構出てて、うん、こういうこのドアの隙間とかパネルの隙間の交差もものすごく狭いんですよね、うんうんはい、普通のまあ国産車欧州車と多分比べてもありえないぐらいこの隙間がまず狭くて交差も少ないっていう、うんうんうんはい、らしいですっていう僕のどうでもいい話が、はい、途中ぶち込んでみました。いやいやいや、はいね、っていう車らしいです。おもてなしの、はい、それ以外は分かりません、はいね、体感しながらちょっと見ていただけると、はいはい、社長に言ってうちもおもてなしの旅行行けそうですね、はい、やっぱり一流を知らないと、知らないとね、はい、一流のおもてなしができないんで、はい、じゃあそして開けると一流のおもてなしが、はい、だから限定車なので、はい、あと内装が2パターン、はい、あるんですけど今回ブルーモーメントって言ってブルーを基調にした内装のパターンになりますね、はいはいはい、ここのこういうラインもブルーブルーと白ですよね。白で、はい、ブルーとオレンジ色のやつが標準で確かありましたよね。それとこっちの2つの、はい、2パターンのやつ、2パターンのやつがあるんで、はい、それ選ばれるんでまあ多分、はいうん、まあ好みありますけどね、はい、まああえて言葉を使って無難って言ってしまうとこっちの方が色合いはあったので、はいあそうすねうん、こっちを選ばれる方は落ち着きがある感じで、うんはい、いいかもしれないですね、はい、だからこの内装の外装からこう入るこう光のやつとも全部こういうブルーで反響してやるような形になりますね、はいはい、であとはここのちょっと今補強で養生してますけど、はい、ここはカーボンのパネルが入ってますね、はい、ドライカーボン製のパネルが、はい、でこの辺もホワイトステッチが入ってすごいですねその辺のトリムとか、うん、ドアもこれ全部レザー張りですかレザー張りでアルカンタラと、はい、でねやっぱ LC の僕、まあ以前もちょっと動画紹介で話したんですけど、はいこのやっぱシフトのこの作りっていうのはやっぱりすごいちょっと欧州車にもない作りじゃないかなそうですね、うん、ちょっと特徴的な特徴的だと思います、はい、このラインとかもすごい、はい、こういうラインですね、はい、やっぱりその LC なんかはやっぱりなんて言いましょうかうちで販売してるお客さんがやっぱ乗ってもねやっぱり満足していただける、はい、クオリティがあるっていうのはこういった作り込みがすごい欧州車に負けないさっきのおもてなしじゃないですけどね、はいね、組み込まれてるんじゃないかなとは思います。どうぞいいんですかどうぞとか言いつつ毎回乗っちゃってますけど乗ってますか、はい、どうぞじゃあちょっと乗ってみたいと思います。よいしょわあ結構ゆったりっすね、うん、ちょっとシートを調整してもいいでしょうか。わあ全然ゆったりですね。ちょっと結構シート上がってたんでちょっと座りましたけど、はい、全然ゆったりです。そして結構視界いいっすね、うんはい、視認性めっちゃいいっす。でシートはかなり、まあ、この背中のサイドサポートは結構大きめなんでしっかりしてますけど、うん、足はもう本当に結構ゆったりで、はい、ラグジュアリーですね。ラグジュアリーですね、うんはい、でハンドルめっちゃこれ豪華というか、はい、パンチングレザーと、はい、ちょっと薄い薄めのレザー紺色のステッチで、エアバッグもこれちゃんと白のステッチで立体的に縫製されてるんですね。でこうマルチファンクションというべきか、はい、この辺の装備も充実しててパドルがちょっと大きめっすね、うんはい、いいっすよね大きいとこうハンドル切ってもある程度こう届くんで、はい、やっぱスポーツカーねそういうとこ考えられて作られてますからね、はい、そうなんですよね。車自体はものすごくラグジュアリーに作ってますけど、うん、スーパー GT なんかも、うんはいうん、使われてたりだとか、うんはい、だから両方にね触れる、はい、本当にお車ですよね。ものすごいスポーツの素質もある車なんですよね、はい、そして僕好きなのこれなんですよね。そうね、はいはい、なんかこうサンニー GTR とか、はいはい、あと FC でしたっけ、うんはい、マツダの RX7 みたいなこんな感じの、はい、これがモード切り替えでしたっけ。モード切り替え、はい、のスイッチがここについてるっていう、はい、なんか古き良き国産車のなんかデザインを取り入れつつ、うん、そして特にこう触ったりするとこじゃないんで、まあ、この辺についてるっていう、はい、そうそう。ちょっとカメラマンさんこっちから見てもらってもいいですか、はい、この太陽光が入ってる内装ってすごい、はい、多分向こうから逆光になるんであれなんですけど、このやっぱ国産ではやっぱり、ね、あんまなかなか見受けられない。そうですね、うん、よくその昔ポルシェとかでもこういう色使いオールレザーインテリアなんかもこういうの使うんですけど、はいそうですね、ダッシュボードとかも全部このステッチの入った、うん、この辺のトリムとかも、はい、やっぱどうしても内装って例えばその黒だったり、はいまあ、ちょっと言ったら赤だったりとかっていうのがあるんで、はいはい、このちょっと
ブルーの紫、紫っぽいブルーというか、はいはい、なかなかねこういう色っていうのはすごいです、うん、本当にこの内装と外装ねでやっぱチョイスしてもらえる車だと思うんで、はい、なんかレザーの質感もものすごくいいですね、うん、やっぱり、はい、そしてこの辺は、まあ、ナビのタッチパッドとコントローラーと、はい、まあ、シフトはもう本当に使いやすいトヨタ定番のこうクイっていう、はい、であとオーディオ周りと、はい、ここ、はい、あ、ここっすか、うん、はい、ここ閉めたりすると、はい、ああこれちゃんとゆっくりになるんですよ ね、 はい、カシャって閉まんないっていう、カシャンっていかないところがね、さすがっていう感じですね、うん、はい、この間グランエースでグローブボックスパカパカしてたら怒られましたからね、うん、あ、そう、はい、なんで、はい、いやいや、そういうんじゃねえっていう、あ、そうなんだ、だこういうのもちゃんとダンパーがついてるんで、うん、こうガチャンと落ちないね、はい、うん、ちょっとこうなんかあの優雅な動きが ね、 そうですね、はい、やっぱりしっかり作り込んでありますよね、でこの電子式のサイドブレーキと、はい、でこの辺はちっちゃい、うん、あ、ちっちゃいじゃない、小物入れじゃなくてこれ ETC です、ETC が入ってる、はい、これ ETC の蓋とかもちゃんとこのシュッてゆっくりね閉まりますし、そもそも ETC に蓋をつけるっていう、はい、だ普通のトヨタ車だったらこれ ETC むき出しじゃないですか、むき出しだね、はい、うん、だちゃんとこの蓋をつけるっていう、うん、はい、だから本当になんかちゃんと作ってありますよね、すごい、そしてバイザーなんかも、はい、当然イルミ付きのアルカンですかこれでしょ、アルカンターです、うん、はい、めっちゃ質感がいいです、はい、でやっぱりルーフがガラスになってますね、はい、うん、開かないんですよね、うん、S だとカーボンですけど、はい、L パッケージなんで、はい、ガラスのルーフになります、ね、なるほど、いや、いい感じじゃないでしょうか、はい、まあ、一応あの触れておかなきゃいけないところはリアシート、はい、まあ、リアシートはさ初めに言っときます、はい、ちょっときついですね、はい、残念じゃねえか、まあもうこのしょうがないよねこのサイズは、ね、はい、はい、まあ、クーペですから、クーペなので、はい、リアものすごくこう快適性を自動で上がりますが、はい、ちょっと失礼しまして、これそっとで倒すと自動で、はい、はい、ちょっとね、S のクーペなんかもこうやって自動で行きますね、きついです、はい、きついです、足元もちょっ と、 ちょっとあれで、はい、一番はルーフ、そうですね、ガラスがここに来ちゃってるので、はいはい、まあ、ちょっと後ろはお子様乗らせて、そうですね、ちょっと大人の方だときついかなって、うん、きついと思いますね、はい、後ろの質感もいいっすね、うん、いいですね、一応、はい、このマーク・レビンソンも、ね、はい、入ってる仕様になりますんで、はい、あ、今気づいたんですけどシートベルト逆なんですか、うん、普通の車と逆だ、逆っすね、逆ですね、うん、なんか理由あるんですかね、ちょっとそれ調べましょうか、はい、普通こっちですよね、うん、はい、だからやっぱこのデザインじゃないの、こっちに入れられないから、ここで安全性も含めて、はいはいはい、だからボディの剛性の多分の感じだと思うんだよね、リアの質感もめちゃくちゃいいです、うん、ただ小物入れとかも一切ないないですね、はい、アームレストももちろんない、うん、後ろはまあ、はい、こんな程度でよろしいんじゃないかなと思います、そうですね、はい、もう本当に緊急用か、はいはい、バッグとかコートを置いていただくような、はいはい、まあものすごくこう本当に優雅です、優雅ですね、はい、でもエンジンかけるとまたちょっと違った一面があるので、はい、ちょっとかけてみていいですか、かけます、いいでしょうか、どうぞ、わあ。めっちゃなんかパワフルなサウンドが、ね、そしてメーターナビ、はい、ちょもう一回かけていいですか、レクサスね、指導がね、指導かっこいいっすねこれ、それがまあ、一つの独特のレクサスですね、パーってこうなんか、いやいいっすね、はい、すごい、そしてなんかこのギミックがあるんですよね、メーターに、そうメーターで、はい、どうでしたっけ、これでしたっけ、動く、うわすごい、
すごいですねこれ、そして安全装備なんかも、はい、もう本当にフルについてるので、はい、もうあえて説明することはないですけど、そういった部分はやっぱりまあ最新技術は積んでますんで。なるほど、もうレクサスのフラッグシップクーペですからね。そうですね、はい、もう必要なものは全部ついてると、はい、そしてこの真ん中タコメーターこう大きいのがドーンってこうめちゃくちゃレーシーですよ、なんか、はい、そしてこの辺もうベンチレーションシートヒーターも当然のようについてございます、はい、あとハンドルヒーターも、ね、ついてるんで、ステアリングヒーターもついてるんですか。わあったかい、ハンドルヒーターってステアリングヒーターステアリングヒーターめちゃめちゃあったかいですよ、すごい。ステアリングヒーターとかシートヒーターとそういうのも、はい、もうここはもうあの欧州車と違って効きが早い、はい、ああなるほど、さっきかけたばっかりなんですけど、うん、めちゃくちゃあったかいです、あったかいです、はい、で結構その国産車は別に悪く言うつもりじゃないですけど、はい、あのオンオフだったりハイローだったりっていう、はいはい、まあ、2つの切り替えぐらいしかないんですけど、はいはい、この LC は多分3段階ぐらいで、あそうなんですね、いけるはずなんで、コンシェルジュシートあシートステアリングほら、あ本当だ、ステアリングは2段階、あ2段階です、でシートヒーターベンチレーションがそうそう3段階っていう、わあめっちゃ涼しいです、あ今止まった、さっきモーデル、はい、もうめっちゃ涼しいです今、はい、めっちゃ涼しいです、そして暖かい、はい、暖かいのね、あいいですね、まあ、こういうところもね、もう至れり尽くせりですよ、はい、コンシェルジュ、コンシェルジュに任しちゃうと、はい、これで全部やってくれる、すごい、どんな感じでしょうか。ナビはやっぱりザ国産の視認性のいい使いやすいナビですね、うんはい、ザ国産って言うとなんか、じゃあ言わないですナビはこのレクサスらしい、はい、視認性のいい、はいはい、まあ、この辺も慣れてもらうとね、あれ使い方もある、はいはい、まあ、この辺のコマンダーは、うんはい、まあ、そんなに、まあ、あえてね、はい、触れなくてもっていう形の、で一応ドリンクホルダーが1個ついてるんですよ、うん、そしてこの枠のない、最近多いですよねこの枠のないルームミラー、うんはい、あ当然自動なんですね、うんうん、自動防炎付きの、うんはい、こんな感じでございます、はい、これでメーターの、はい、あーはい、スポーツとか、はい、デザイン的なのも変わっちゃうわけですね、今はもうメーターね、こうやってデザインで変えるのもちょっとあの主流というかもう当たり前になってしまったんですけどね、液晶メーターですからね、うん、多少ちょっとこういうアナログ的なところの枠が残ってても、はいはいはい、まあ、個人的にはちょっと好きかなっていうのはありますね、はいはいはい、BMW なんかも液晶メーターになっててもこの端っこのこのリングの縁だけは残してしまう、ね、うん、残したりするからね、その辺の演出なんかもバッチリじゃないでしょうか、いやすごいです、いやいいですよ、ちょっとさっきからずっと座ってるけど、まあ、座ってなくなるでしょ、ずっと、はい、優雅です、はい、めっちゃ座り心地もいいです、だから、実際乗って、はい、長距離乗ってても、はい、本当に、あこれなら絶対疲れないと思います、疲れない、はい、よくね国産車と輸入車の違い、はい、まあ、どうしても国産車と輸入車の違いで話になっちゃうけど、はい、やっぱり国産車の方が、まあ、よりちょっと疲れやすいっていうことはよく聞かれたりする部分だけど、はい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 、この LC は全然そういうのそうですね、うん、やっぱないね、まあ、レクサスでも、ね、グレードいいやつはそういうのじゃないけどね今はね、うん、本当にグローバルに展開していくので作ってますからね、車も扱ってるっていうことだから、はい、輸入車というジャンルでレクサスも見てる部分ありますからね、はい、なるほど、そろそろ降りていただいていいでしょうかっていう感じ、はい、そしたら続いてじゃあトランクをちょっと見てみてもいいですか、はい、トランクボタンを押します、よいしょ、じゃあお約束の、はい、バック浅い浅いです、まあ、ここはすいません、はいはい、正直レビューなので、はい、ご案内させていただくと入りますけど、はい、クラブ入れたらもうもうアウトですね、一応このクリアランスありますけど、はい、まあ、ちょっと厳しいんではないかなと思います、まあ、ゴルフは打ちっぱなしまでということで、打ちっぱなしか、まあ、はい、ドライバーちょっと持ってきてみようか、
まあでも結構ねお客様もこんな積み方するのってみんな試行錯誤しながら積んでる方とか結構いらっしゃいますけど、はいはいはい、一応このサイズで一応ほら、ね、こういう感じで裸で積めば、うん、まあちょっと参考にしていただければという、はい、打ちっぱなしはいけそうですね。全然全然いけると思いますよ、はい、これはねフルでやっちゃうとあれですけどね。あれでもあのポルシェの911でも、うん、ゴルフ行くっていう方は結構いる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 。そうだよね、うん、前お客さんでそのゴルフ行くから積みやすいからってカビロレーにした人、はい、あ、そうなんですか。開けて後ろ向けて、まあ、この辺はじゃあ工夫次第っていうことで、うん、工夫次第で、はい、いやあの実際に乗られている方の方がすごい皆さん試行錯誤してやってる方いらっしゃいますんで、結構これトランクのこの床というかめちゃくちゃ高いっすね、うん、高さが、はい、でもこれあれだろうね、多分そのハイブリッドの方だとあれじゃないの、もっと狭いんですか。狭いんじゃないの。そこはちょっと分かんないの。ハイブリッド見たことない、うんうん、いやまあこの辺はクーペだし、そうですね、まあ、ちょっとリアの座席もそうですけど、はい、ちょっとこの辺はちょっとまあ致し方ないかな。そうですね、そこはもうそんな感じです、うん、感じですね。あ、そしてこれトランク全部これフォージドカーボンなんですね。うん、すごい。これトランクだけでも多分めちゃめちゃしそうですね、パーツトランク、ね、これだけは多分結構しますよ、これカーボン製のこんなトランク、ね、パネルは、はい、まあね、交換ってなったら大変だよね、うん、そうそう、塗装も高いし、パーツも高いし、すごいです、すごいお車でございます。閉まってなかったです、はいはい、じゃあ最後、はい、エンジンいきましょうか。あ、ライト周りお願いしていいですか。そのライト周り、はいはい、続けてそしたらライト周りをちょっと見てみたいと思います。小島さんお願いします。はい、これスモールですかね。あ、これがオフの状態、これはスモールですね。ここが L 字というべきか、はい、光る感じです。デッドライトオンでこのちっちゃいプロジェクター3灯が光ります。でハイビームはそのままそれが上に上がるんですね。でウインカーはミラーとこの下が光ります。はい、 LED ライトめちゃくちゃ明るいですね。はい、ちょっと特徴的なライトでした。続いて後ろも見てみたいと思います。わ、後ろなんか全然目印がないところが急に L 字に光るっていう感じです。はい、でブレーキでこの上の LED とハイマウントが光りますね。でウインカーはフロントと同様この部分が縦に光る感じです。バックとかいけますか。あ、バックはこの下が、はい、両サイドが光りますね。あ、光った。あ、でこの真ん中がバックフォグみたいです。はい、ありがとうございます。いや、テールランプめちゃくちゃこう特徴的な、はい、光り方しますね。ちょっと排気音も聞いてみたいと思います。ちょっと続いてエンジンルームを見てみたいと思います。よいしょ、よいしょ、
わあ。あ、これ真ん中カーボンなんですね。そう。へえ。超じゃないですか。カーボン超でしょ。カーボン超っすかこれ。あ、超か。へえ。え、なんかちょっとおしゃれなエンジンカバーじゃないですか。うん、ね、はい。そしてやっぱりレクサス全部カバーしてあるんですね。うん、はい。この辺のね。すごいっすねこれ。サービス的なほど。アッパーのこの補強の具合が、うん、ね、なんか今までの国産車じゃないなんか BMW みたいな、うん、こんなに補強します？ないよねこんな高さもね、はい、すごい、うん、もうこういう人もそうだけど、はい、やっぱりねこのエンジンも5リッターの V8、はい、477馬力、はい、今までの国産からするととてつもないパワーを絞り出して、ね、パワーと、はい、ね、この時代に、はい、反したわけじゃないけど、はい、ちょっと大排気量でね。そうですね、かなり贅沢な、うん、はい、車になってます。やっぱ車好きな方とかやっぱりまあ、ね、昔から車のやっぱり好きな方には、はい、ストライクなエンジン、ね、そうですね、ですよね。まだあの車の仕組みも FR ですし、うん、はい、FR 大排気量もうで馬力もバッチリって言ったらもう、うん、はい、走って楽しい車間違いなしじゃないですか、はい、そういったところをやっぱターゲットにしてる作りじゃないですかね、車もやっぱり、はい、これでね、やっぱり排気量ちっちゃかったら、あ、まあまあまあ、ちょっとね、いくらパワーが出るとはいえ、やっぱそういったところはやっぱり車好きな人のターゲットはちゃんとやってるんじゃないかなと思います。いや、補強すごいですよこれ、うん、アッパーもそうだし、だってこの前側と後ろ側、うん、このなんていうんですか、ターバーじゃないですけど、うん、このボディとつないでるこのめちゃくちゃ強度ありそうですね、うん、いやすごい車です。本当にやっぱり本気で両極端、はい、両極端両方スポーツとラグジュアリーを兼ね備えた車だ、はい、そうですね、っていうのはちょっと見て感じますね、はい、すごいです、はい、いや、そして想像出したらこの内装紺だと思ったらめっちゃブルーで映えますね。ウィンカーは、はい、あ、右。ウィンカー右です、はい、最近ごっちゃになっちゃって困りますよ僕、いろいろ動かしたりするんで。この LFA は左なんですよ。あ、そうなんだ。そう、へー、すごい。でそこ開けていいですか。わあ、すげえ開放感。これ残念ながら開きはしないですよね。開きはしない、はい。そしてこのブルーチラッと見える感じがいいですね、このボンネットとかこうミラーの端っことか、そしてこのミラーに映るこのサイドライン、そしてこのなんていうんですかね、助手席のこの守られてる感がすごいです。そう、ホールド感っていうね、はあ、すごい。こことここと、え、すげえ静かっすね。すごい静か、乗り心地いいし。ちょっとさすがに今回ちょっと走るのはやめとこうということで、撮影場所に向かっております。わあ、めっちゃいい音してますね。組めないからね、はい、うん、もうちょっと回したいですね、うん、そうだね、ちょっとトンネルとかちょっとかっ飛ばしたいですね。行きたいけどね、出せません。だからそのどのメーカーもそうだけど、そのグレードによってやっぱりいい悪いあるよ、ね、あ、まあそうですね、うん、LC ってやっぱ金かけてるなっていうのが分かるもんね。そうですね、国産車でだってこれ定価1400万ぐらいでしたっけ。そうそうそう、特別仕様車 で、いや特別仕様だと1500、1500か、うん、ハイブリッドだとね1500、国産で1500って言ったら相当っすよね。ド級ですよ、金のかけ方は。トップレベルです。うん、トップレベルだね。すごいこれ、このラインがさ、すごいよね、はい、見て、このすごいっすね、これ。いや、これ外出したカメラでもめっちゃ映ってますよ、このすごさが。ああ、そう。やっぱそれあれだけの金額の塗装だけあって、そして艶がすごい、なんかもう紺色からこう、まあ、水色まではいかないんですけど、ちょっとライトブルーぐらいまでグラデーションがすごいです。蝶々、ね、モチーフにした
あ、そうなんですか。そうそうそう、それをモチーフにして、その、はい、作った色なんですけど、気になる方はぜひ実写を見ていただきたい。実写をね、ショールームに展示して、はい、なかなか外で見ることはできないんですけど、はい、ちょっとね、少しでも感じていただければと思います。帰りは僕後ろに乗ってみたんですけど、これちょっとひどいっすね。ちょっと僕だともう天井に頭ぶつかっちゃいますこれ。そして前ももう全然スペースがないです。まあまあでも移動するんだったら、まあ、ちょっと移動するんだったら、でもさっきカメラマン A も言ってたんですけど1時間はきついっすね。ギリ、まあでもちょっとね寝っ転がれてここだらしなく座ればまあなんとなく。はい、で毎回小島さん聞いてるんですけど、はい、これ例えば手を加えるとすればどんなところを触りましょうか。はいはい、そうですね、まあはい、最初でもお話した通りやっぱ塗装が非常に高いというところなので、はいはい、まあ、これはもうおすすめというかもうお願いしたいぐらいところで、はい、プロテクションフィルムを貼っていただくっていうのは、まあ、ぜひおすすめしたいと思いますね。まあ、今本当にコンディションいいですからね、はいはい、もう早めに貼っていただいて、そうですね、はい、早めに守りに入りましょう。そうですね、はいはい、そこはね、やっぱりこれだけのやっぱりその綺麗なボディカラーを保つにはやっていただく形になると思いま す、ね、はい、すね、あとはもうこのまま乗っていただければ、はい、あと保険も入れといた方がいいじゃないですか。保険、はい、あ、まあ、車両保険ね。まあ、このクラスで、はい、保険入らない人いないんで大丈夫です、はいはい、保険もモトカーズアリーナで、そうですね、はい、はい、だから申し込みというか受付できますね。やっぱりなんて言いましょうか、よく言われるのがこれだけの車だと車両保険入っていただくと、やっぱりそのよく某、ね、テレビコマーシャルでやってるところっていうのは車両をちょっと断られちゃうことが多いんですよ、はいはいはい、だからこういう私どもが代理店やってるところで保険をしっかり入っていただければ、はいはい、高額車両でも、高額車両でも車両の方ですね、はい、サポートさせていただきますので、こういったところもぜひご相談いただければと思います、はい、なのでぜひこうプロテクションフィルムと保険、保険、はい、この2点でいきましょう、うん、そうですね、はい、守り、守りですね、守りの方で車はせめて、はいはい、そうですね、ね、そうですね、守りは守ってた、はい、しっかり守っていただくのがおすすめということです、はい、はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナ店よりレクサス LC500 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。